はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。進撃の巨人やっていきましょう。前日からの連続で、取りだめでやっていきたいと思います。続きがねやりたくてね、できるだけ取りだめはせずにやりたいんだけど、早く続きがやりたい。よし、やっていくぞ。エレン出てこねえかな。エレン好きとしては早くエレンが見たい。このペトラさんも可愛いよね。髪型といい、目もパッチリしてるしさ、可愛いよね。まだ限界まで進んでねえってのに、こんなクソみてえな事態になるとはな。てかどこ？ここ。あ、街の中か。よし、じゃあ早速進めていきますか。なんてことだ。巨人の群れが一斉に町へ向かって移動を始めた5年前、ウォールマリアを破られた時と同じだ。遠征が中途半端に終わるのは気に食わねえが、そういう状況なら壁外でチンタラやってる場合じゃねえ。あ、急いでトロストクへ戻る準備はいいか。もちろんだ、エルヴィン。よし、行くぞ。今回も俺の好きなエレンは出てこなさそう。あとやっぱあれだね、壁外調査モードでいろんなキャラ使ってやれるけど、リヴァイとミカサ、この2キャラは強い。まだ全キャラ使えてるわけじゃないけども、やっぱこの2人は強いね。あの連続攻撃っていうスキル、攻撃スキル持ってんだけど、それがやっぱ強い。状況は先ほど伝えた通りだ。壁外調査は中止する。総員撤退。早急にトロストクへ帰還せよ。群がる巨人を排除しつつ外門を目指す。了解。リヴァイ、お前の班は最後尾について、巨人の追撃に対応してくれ。ああ、了解だ。追ってくる巨人はあらかた片付いたな。エルヴィンはそろそろ。よし、行くぞ馬の血。久々の出番だな。というかあれ、早いに急ぐで早急っていうもんだね。俺ずっと速急って言うんだ。急げー。おい、何を止まってる。はい、到着。クソメガネリヴァイ、崖が崩れて道が塞がったんだ。これじゃ馬が通れないよ。そこの砲台で瓦礫を吹っ飛ばしてくれる？頼んだよ。おいバカ、なんやめろ。そういうドリルすること俺に頼むんじゃない。巨人が数体接近してきます。仕方ねえ。だが町の様子が気にかかる。うまくいかねえような。先を急ぐからな。ありがとう。砲台が巨人に壊される前に急いで頼むよ。もうちょっとグラフィックどうにかならなかったのかな。もうちょっとグラフィックどうにかならなかったのかな。これもうちょっと待って、こっちいない？巨人。あとは私の班に任せて、先に行っていいよ。いるじゃん。助かりました。どうした？俺の。よし、急ぐぞ。主はできねえ。あとはあれ、そっか。よいしょ。いやー、好きじゃないなこのマップは。まずこっちか。俺の敵じゃない。どうしたの？どうしたの？クソ巨人どもめ、切りがね、味方はどこだ？補給補給。助かった。この失態はすぐ取り返します。
だったら口を動かしてない。ついてこい、オルオ。どこだ、どこ、どっちから行けよ。こっちか、こっちから行けよ。縁談、苦戦してやがるのか。いや、ほんとこういうね、狭い道で縁談なんてありてほしくないね。こっちかな。待たせ。まずい、早く仲間と合流して町へ戻らなければ。俺の敵じゃない。まとめて相手して。仲間とはぐれてしまって。助かりました。行きましょう。やばい、俺たちは急いでエルヴィンを追う。遅れるな。苦戦してるみてえだな。行かねえと。俺としたことが仲間を見失うとは。この再生を立て直さないとな。まだいるな、まだいるな。どうして、戻るぞ。すみません兵長、まだ行けます。ああ、トロストクの状況によっては俺たちの力が必要になる。急ぐぞ。ちょっと待って、もう一個のさ、あれ間に合わねえぞ。助かった。よし、急ぐぞ。登れねえ。よし、急げ急げ。可愛いからな、しっかり助けてあげないとな。兵長、足引っ張ってすみません。いいからついてこい。エルヴィンに追いつくぞ。まずここにいる1匹を倒していきましょう。どうしてバケモン、どうしてバケモン。よし、これで進められるな。早く広いところ行きたいね。早く広いところに行きたい。こっちか。行く。おとなしくしろ。この道も塞がれてやがるのか。見て、仲間が少ねえような。崖崩れと巨人の襲撃で味方はチリチリだ。手を貸せ。まとめて相手して。エルヴィンが先に行ったのか。先頭にいたはずだ。おそらくそうだ。じゃあどうすんなら砲台使って巨人とかも倒してみますか。つえ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 。巨人いないか、巨人いないか。ここいるよね、多分いると思うんだよ。お前は先に行け。あ、見えない、ダメだ。俺は試算した兵を収集する。いや、砲台強かったね。新手の巨人です。南東から複数来ます。ちょっと待って、広い場所来いや。戦いに行く。よし、これあれじゃないか、俺の得意の砲台の出番じゃないか。
誰か死んだぞ。砲台ですか。いいね砲台、気持ちいいね。あ、倒してないもしかして。いやーけど砲台は気持ちいいね。めったに使わないんだけどそれ。砲台はいいわ。だからここあれだね、補給班多いね、楽だね。まあいいや、面倒くさい。進めよう。戦いやすいね、広いから。どこ行くんだ？とりあえず片っ端から倒していきますか。エルビ、門が破壊されてる。急ぐぞ。総員突撃。トロストク壁門へ急げ。順調。まとめて相手。とりあえず全員倒すぞ。よし。面白い暮らしやがった。まとめて相手して。あー、やりづらいなこの場所。火が邪魔してんのか。あ、ダメだ本当にやりづらい。よし、ザマミロやったぞ。ちょっと待って。悪いね。順調ね。いやー楽だね、本当に広い場所戦いやすい。危ない。よし、じゃあボス行きますか。もういいね、全員倒したね。急いで中へ。イベントだったね、ボスじゃなかったね。ち、何が起こってやがる。一体向かってきます。
面白い面しやがって。これがボスか、これがボスということで よろしいですか。今は考えている時間がない。みんな立体軌道に移る準備をせよ。リヴァイ、お前は仲間の援護を頼む。あの大型機甲士を仕留めろ。了解だ。目障りな野郎、てめえを殺して後ろの壁を登らせてもらう。援護します兵長。手強そうな奴だが、俺たちなら俺たちの力見せてやりましょう。いやーリヴァイやっぱ強いね。余裕だもんね。ガキども、これはどういう状況だ。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぐことに成功した後、壁外調査より急遽引き返してきた調査兵団と駐屯兵団工兵部の活躍により、ウォールローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。あー、やっとこれであれだね、こうエレンたちとこうリヴァイたちがこうガッて合わさった感じだね。長かったね、長かった。いやー、こっからかリヴァイのお掃除の場面とか多分入ってると思うんだけどね、ゲーム中にも。いやー、続きやりてえな。まああんま取りだめしてもあれなんでね。はい、ということで、今回はここで終わろうかなと思います。はい、そんじゃ終わります。バイバイ。